どうもごきげんよう。ミラキューチャンネルのお時間です。バレバレ。皆さんごきげんよう。ガッチャンネルのお時間です。はい、今回はですね、このミラキューチャンネル&カッチャンネル、もっちゃ、もっちゃんねるもっちゃんねるもう配信だろ。まあ、もっちゃんねるやってないんですけど、はい、この4人で今回はワードオフやっていきます。ワードオフ。はい、みんなやって、俺の あれがあるから。何これ、キャラにがある。みんな、お前が決まるかかり。はい、今回はワードオフやっていきます。入りましたね、今入れ込んでるな。しっかり入りましたね、筋肉痛。はい、今回はですねワードウルフ、このアプリを使ってやっていきます。4プレイヤーね。4プレイヤー、名前紹介していきます。ファーストプレイヤージュン。誰やねん。何だよ。マジか。手上げ手上げ。はいはい、セカンドプレイヤーエロ。もうエロ大好き。サードプレイヤー、ニンジン。これ僕です。最後、エースですね。なんでだ。孫悟空。なんで俺に力を分けてくれば言えや。俺に力を知らんやん。ツッコミうまっ。でもね、はい、俺結構好きやわ、これ。あ、俺も好き。めっちゃ好き。マジ？めっちゃ好き。めっちゃ好きな。めっちゃっていうか、結構食べると思う。うん、あ、食べ物？食べる。俺も食べ物。俺結構、それは食べ物じゃない？これ。うん、俺結構、俺結構。何バレてるの？でも今のちょっとおかしいな。え？食べ物だった？飲み物？食べ物じゃない？食べ物。俺は食べ物。俺は、今はそんな食わん。でも昔食ってたかも。ああ。結構。でもみんな昔食ってたんちゃう？まあ、俺結構あそこで買うわ。Y ショップ。あ、ほんまに？あ、でもコンビニにあるかもね。ワイショップ。え、もちろん、どこにでもある気がする。どこにでもあるね。うん、そのワイショップに限らず。まあまあ、それはコンビニとかスーパーとか限らず、どこでもあるじゃん。今になった方が食べん？これは。あ、まあでも。昔より。え？昔より。昔より。どういうこと？昔も食べてたけど、今の方がこう、ちょっと食べたくなる。人によるかな。うん、そう。人による、絶対人による、これは。うん。俺でも、この時間結構欲しくなるかもしれない。お腹いっぱいになってからってこと？まあまあまあ時間帯だと、コーヒーの、そうそうそう、コーヒー、あーね。え？ちょっと待って。え、わかるよわかるよ。ちょっと待って。え、コーヒーのお供に食べんの？それは。あ、でもコーヒーを単体で飲んだりすることあるかもしれない。違う違う違う、その食べ物飲んだりするし、うん、え、その食べ物は？あ、食べない。全然食べることもある。それは食べることもある。絶対じゃない、うん、食べることもある。全然コーヒーかけないと。ジュースでも全然いくよ。うん、ジュースとの組み合わせでも全然いく。まあ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 、なんだかだってコーヒー飲めなかった時あるじゃん、昔とか。うん、まあ、全然ジュースと、まあ、そそう合わせてたから。そりゃそうだ、うん、そりゃそうやな、うん、でもあんまり自分で作ったりせんやん。作れんやろ、うん、作れんことはないでも。え、作れんことはないし、頑張ればほんまに言うてるわ。作れんくね。別になんかその物によるっしょ。もともとあるくない？あるものじゃん、作るっていうより。ある？あ、スーパーとか。うん、もともともうそれで できてるじゃん。 あるじゃん。じゃあ作ろうと思えば、あ、作ろうと、作ることもあるかもしれないけど、俺は作らないけど、作れないけど。いい。せーの。俺、駄菓子。和菓子。和菓子。和菓子。おだい。はい、負け。2票入ったら負けだよ。はい、1回戦負け。そういうことね。はい。まず、和菓子。俺、チョコレートかと思ったんや。なるほどね。作るとか言って。俺もなんかちょっと違うなと。コーヒーに合う。何言ってるんだろう、そう。なるほど、ね。確かに今の方が食うわ、和菓子だったら。俺、駄菓子だったんや。そんなん近かったか。駄菓子。もっと離れてるかもしれない。俺は、駄菓子3体たちなの。俺、チョコレートとかのこと、1個のこと。ああ、なるほどね。そう。はい、第2回戦いきましょう。よっしゃ、いきます。第1回戦の負けは、彼でした。なんで？OK、用意スタート。はい。好き。俺も好き。どっちか、うん。どちらかというと、好きやね。好きやね。これ言うたら俺やん。そ
それこれは外見なもんでしょ。外見、うん、どちらかというと俺やろ。これ内面じゃない。内面じゃない、うん、多分みんな外見そう。じゃあこれ誰かというと、このお題に対して自分の自分の誰って、ね、このメンバー、うん、これもうせーので言う。あ、せーの。え、嘘でしょ。え、嘘でしょ。待って待って、え、なんで2位やるの。え、おい、酔いすぎやって。あ、じゃあ多分ね、お前酔ってるやろ。お前さ、酔いすぎやって。え、多分じゃあここ一緒やろ。ちょっと俺ここ一緒とかないから。じゃあ3位中だから、え、お前のどっちならここ一緒やろ。そう、ならここ一緒ってなっちゃう。だから俺はここを信じる。俺は信じる。なんでなんで酔ってるってこと絶対。いやいや、酔ってるじゃない、これは。え、好きなんやろ。好きだよ。好きでしょ。好きだよ。お前も好き。好き。え、女の人がそれやったら、あ、もうめっちゃいい。うん、いや、女の人はそうじゃないと、ちょっとそうじゃないとって言い方が悪いけど、でもさ、みんなでもそこ気にする。好きになるのは、でも逆の好きな人もおるやん、たまにね。あんまおらんのちゃう。たまーに。だって女性本人としてもさ、まあ、どちらかと言ったらそっちの方がいいやん、多分。ああ、そう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 、この二人どっちかやわ。あ、こいつやわ。違う、あれもそう思った。これ俺こいつやと思うわ。こいつやわ。こいつや、絶対一個目のさ、あれでそうやん。買っちゃうやんな、絶対に。あれです。なんで合わせてへんやん。え、これはさ、え、医療でもできる。医療でも変化できる。医療なんていうかな、施術。そこまで。あ、努力してそれにできるかっていうこと。努力して。そう、努力して。あれです。それです。はい。僕は今誘いました。ですよね。いや、待ってくれ。俺のテクニックです、これは。違う彼です。だよね、多分お前ら2人が、あ、じゃあ俺のやつと一緒だと思う。そうだね。まあ確かにかっちゃんとも言う、まあ、多分ね、いや、かっちゃんじゃない、じゃあ俺はあやとこうでお願いしたいよ。俺はあの他の人見たかったから、うん、どんな感じかなと思って。じゃあこれ終わらそうとしてるね、危ない。じゃあここまに、あ、終わった、あ、終わった、まあいいや。まあまあそうだ。じゃあ指さす。もうちょい行こう、もうちょい行く。あ、いいよ、質問ちょうだい。じゃあお前から、お前なちょっと、お前から質問ちょうだい。もう無理やって。一緒やから。本当に、え、一緒やって。え、だって好みです。うん、クリクリ、まず太陽はクリクリガサガサ。太陽はダメです。何、太陽はダメ、何言ってる。太陽ダメ。クリクリガサガサどっち。どういうこと。もうこれでわからんな、もう無理やって。違う。じゃあ合わせに行くっていうか、共感求めるわ。あの、太陽はダメ。太陽はダメ。太陽に、自爆太陽に当たってはダメ。自爆や。まあ、太陽やね。あ、ダメでしょ。でもそうや。ほら。え、じゃあ、ラスト、じゃあ、交換音で言ったら何？交換音ある。ああ。確かに。ザコシやん。もういいんじゃない。いやもう、いいか、はい、多分こいついい、オッケー、いいよ、せーの、うん、はい、じゃあまつげが長い人。あ、俺まつげ長い人。はい、肌が白い人。まつげ長い人。肌が白い人か。意味わからんのよ、こいつ。俺もね、あ、肌が白いですよ。太陽に当たったから。俺に刺した時点で、俺はふざけてやったから、自分で。だから、絶対ありえんのよ。もう、どういうのもまつげ、別に、まあ、長いかどうかは分からんじゃん。肌白いか、これ。ちょっと黒くなったけど。あ、確かに。肌やったら俺っていうかも。あ、確かに。全然太陽とか意味分からんの。そうだよ。だから何言ってんのかな。まあ、髪の毛やと思った。あ、おもろいね、これ。はい。